チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの晩ご飯の後のデザートタイムは、セブンの新製品。もちとろいちご杏仁、杏仁ホイップといちごソースの入ったいちご杏仁食べてみたいと思います。ちなみに108円です。よいしょ、あ、切れへん。おいしそう。ふわふわ、いただきます。うん、わ、おいしい。餅がね、ふわふわな餅に杏仁のホイップが美味しいんだけど、ほんのりいちごの味がしてくるね。あ、いちごソース出てた。あ、おいしいおいしい。うん、いちごのとこすごいおいしい。うん、これね、ちなみに破れた。分からへん、破れてしまった。126キロカロリーです。はい。まあ気にならへんレベル。うん。おいしい。はい、いらんのちゃうかってぐらい、こにゃーって。うん。歯なくても食べられるわ。おいしいわ。おいしいな。うん、甘い。うん、やばい。あのね、甘すぎひんね。うん、甘すぎひんし、杏仁のね、杏仁豆腐のあの味に、優しい杏仁の味と、いちごの酸味と、餅のふわふわ感、うん、が合うねん。うん、これ美味しいな。うん、もうリピしたいなと思います。はい、めっちゃ美味しかったです。よかったら食べてみてください。108円です。うん、108円やったら結構満足度高いと思うんで、あっちゃんおすすめです。はい、いうことで、今日のあっちゃんの晩ご飯の後のデザートタイムはセブンの新発売いちご杏仁でした。でよかったら食べてみてください。ではまたね、バイバイ。いちご杏仁良かったよと思ってくれたら高評価を、また応援コメントとかね、こんなスイーツ美味しいよとかあったら教えてください。で、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。